さあ福井勢が動いて前に上がってきます。4番の山本新規変わらず誘導に後ろ、2番手9番の藤田、そして7番の三住博明です。難関勢抑え込んできた3番の鷲田浩二です。一旦インを切るような感じで鷲田が上がりました。外2番の恩田純平が上がって、2番と8番の内田、外から1番の藤原俊太郎です。岡山勢が上がってくるんですが、外からさらには4番の山本、出入りの激しいレースになりました。第1レース4番の山本新規はここで先頭、2番手9番の藤田、あとは7番の三角、難関勢できている、後ろ混戦ですが、1番の藤原俊太郎が4番手からすかさず上がってきました。9番の藤田あたりが牽制したんですが、1番の藤原俊太郎も止まらない、上がってくるんですが、再度9番の藤田大輔が牽制していく、まだ1番の藤原俊太郎上がってきた、もう1回藤田がブロックするんですが、まだいる、まだおります。先頭4番の山本新規、2番手は9番藤田、これで直線コースに入りました。山本先頭だ、2番手から藤田、外から3番の鷲田浩二、あとは5番9番で接戦、直線4コーナーです。4番中釜、そして7番の大野、この辺が前で待っている、あと1番谷田が3番手から、後方から6番の三浦翔太が上昇です。三浦と3番金沢、8番乃木義則、北勢が上がってきました。さあ内側4番の中釜をかぶせた6番の三浦翔太、中釜引きました、これで8番手になりそうです。4番中釜、2番の久木原博士が4番手の位置。さあこれでジャンが入りました。6番の三浦翔太が先頭、2番手3番金沢、3番手8番乃木義則、来たぜ。さあ後方から猛アタック、4番の中釜俊政、中釜飛んできました、後ろには7番の大野五郎がピタリとマーク、4番7番で抜け出して、あとは6番の三浦翔太が現在3番手ですが、車間が空いていく、そして2番の久木原が6番手からもがいているんですが、まだまだ前段まで距離がある。先頭4番の中釜警戒に飛ばす、番手絶好大野五郎、あとは混戦で直線です。4番中川先頭だ。さあ内から8番、外から一気に谷田太平来ました。あ、岩戸地の2人が後方待機です。ライン4分線、後方から6番の堀内がアクションを起こしていきます。乗っていく2番の坂本、岩戸地の2人どんどんと上がってきて、残り2周の赤番です。ここで6番の堀内が先頭です。2番手は坂本翔太郎、そして外から8番の斉藤智之です。斉藤が上がってきました。ここで6番の堀内あたりを抑え込んだ8番の斉藤智之です。5番の大西健二、今度は難関の2人、そして6番の堀内がこれで3番手、あとは2番の坂本翔太郎です。岩戸地の2人が3番手4番手、1番上原が真っ中段ですが、後方から巻き返しは7番の今岡の巻き返しですが、現在まだまだ後方だ、前のペース上がりました。8番の斉藤先行です。5番の大西ががっちりですが、ちょっと大西 どうしたんでしょうか、離れてしまいました。代わって6番の堀内が2番手に上がって、番手からその勢いで出ていくんでしょうか。後ろから猛然と上原、直線コーチに入りました。6番の堀内先頭に勝ったんですが、外から1番の上原流です。あとは3番の上田学、1番3番です。1列第4コーナー回っていきます。6番手から1番の野田源一が上げてきました。振り返った9番の島津、難関勢を一旦かぶせた1番の野田源一です。あとは7番の小川匠、西の2人が前段です。そして5番の山本が3番手、外から8番の下岡勇気、下岡と4番の大沢、この2人が今度は上がってきました。スッと上がって内側の1番の野田あたりを蓋した8番の下岡、そして難関勢の反撃です。外から島津が飛んできました。インコース8番の下岡も踏んでおります。もがき合いだ。8番9番と先行争い、
さあ先頭わずかに下岡踏ん張っておりますが、2番手にすっぽりと島津が絶好の体勢収まっている。あとは2番の立川和成、その後ろ6番の鈴木亮太、さあ8番下岡の後ろはずらっと難関勢、後ろから今度は野田源氏得意のまくり、2番手まで迫ってきました。それを見た9番の島津が発進だ。8番9番と並んでここでかわしてた9番の島津直線に入りました。島津先頭に変わりました。追ってくる7番の方が大外5番ですが、9番の島津、そして中澤英治です。何話の大ベテランです。中澤英治現在最高峰です。6番手3番の林大吾上がってきました。残り2周の赤番です。ずっと上がってきた3番の林指導権か。インコース7番の松岡も抵抗するんですが、さあそこは通り過ぎた3番の林大吾が先頭、2番手9番の阿部賢治、あとは6番の森橋孝之です。西勢が前段となって7番の松岡がちょっと内に包まれて下げますと、これで松岡7番手です。1番の志村が4番手、これでラスト1周を切りました。さあ先行は3番の林大吾です。2番手9番の阿部賢治、3番手6番の森保、この辺西勢飛ばしていく。4番手志村がまくっていきます。3番手から2番手気づいた阿部賢治ですが反応できません。先頭は3番の林大吾、並んできた志村まくれますかどうか。3番1番と並んで直線です。1番の志村がまくって先頭だ。外からは6番4番ですが志村か、あとは2着争い6番森保あるいは4番。そして2番手からは2番の谷ヒューマ、そして4番佐竹、四国勢が前段です。6番の菅がいて、あと3番の竹内、後ろはやり合って激しいやり合いです。さあどうでしょう、3番の竹内が上がってきました。残り2周の赤番、インから8番の今野がアクションを起こして突っ張った。さあ今野突っ張っていきます。あとは2番の谷、そして4番の佐竹和也です。この辺が四国トリオ。上がって6番の菅が相変わらず4番手、後ろ3番の竹内の方も変わらず5番手、後ろは激しいマーク戦です。5番1番とやり合って、後ろも9番7番へそ。さあこれでラスト400を切りました。8番の今野ピッチ上げていきます。番手2番の谷、3番手4番の佐竹、あとは6番の菅。さあ容赦なく3番の竹内がまくっていきます。3番手2番手を通過、そして8番の今野大輔を一気に一周してしまいました。あとは1番の小野が食い下がっている。後ろは2番の谷ヒューマ、直線コースに入りました。3番の竹内が先頭だ。後ろ離して1着です。あと後ろは1番の小野大輔。1次予選ではいい伸びを見せての1着でした。2番の藤岡、7番手から8番の宇根木勤、宇根木が上がってきました。さあ少し牽制を見せた5番の増木ですが、上がってきた8番の宇根木、宇根木が先頭に変わりました。引いた5番の増木が7番手、これで7番の坂本が4番手です。しきりに坂本は増木あたりを見ている。さあ外に回って5番の増木スパートです。金が入りました。先頭8番の宇根木ですが、2番手は4番の前反り、前のペース上がっているんですが、巻き返しは5番の増木、強引にここは叩いて上がってくります。さあ後ろ1番の朝倉義弘、そして9番の柴田まで5番1番9番と関東勢できている。あと4番手は8番7番と混戦ですがどうでしょう。外から坂本が渾身のまくり、3番手2番手朝倉の横まで来たんですが、朝倉坂本を牽制したんですが坂本も粘っていきます。朝倉もう1回牽制だ。7番の坂本交代、直線コースに入りました。増木先頭だ。朝倉ですが増木が押し切りです。あとは1番の朝倉、5番1番です。あとは8番の丸山圭一難関勢。さあ値段が上昇気配ですが、牽制する5番の伊藤佑樹、
さあ伊藤も牽制したんですが、根田上がっていきますが、中段から先に伊藤勇樹が上がっていきます。内側の4番の河合はどうしますか。河合も抵抗してもがき合いか。4番5番と先行争いですが、4番の河合がこのインを救って先頭、2番手は2番の岡もここでついて、あとは6番の飯島、これで金が入りました。結局関東勢前段です。5番の伊藤勇樹が4番手、根田隆の方は7番手です。後ろ3番8番、第4コーナー回ってきます。さあ4番の河合がフル回転です。番手は2番の岡、3番手6番の飯島、がっちりとしたスクラム組んだ。関東勢逃げていく。5番の伊藤勇樹相変わらず4番手、根田隆の方は7番手、4番手が先まくり、伊藤勇樹まくってきます。2番の岡の牽制をかいくぐって4番の河合と並んできました。まくりきった5番の伊藤が先頭、あとは2番の岡、さあ根田後方だ、直線に入った、伊藤先頭だ、後ろ追ってくる岡ですが、5番の伊藤勇樹です。いいところなかったんですが、昨日はまくって後ろをちぎりました。5番の飯田健二、つけては8番の川口直人です。5番8番と難関の2人がアクションを起こして上がっていきます。残り2周半ばです。振り返っている2番の大谷馬、ここは行かせて、5番の飯田健二が先頭、2番と8番の川口直人、難関の2人、それと3番の天田裕樹が3番手、これで6番の松岡が5番手です。あとは2番の太田の方7番手。さあ5番手から6番の松岡が先にジャンと共に上がりました。さあ追ってくる2番の大谷馬、太田が3番手におります。あっという間に3番手、そこから2番の太田が外に持ち出して仕掛けていきます。前の6番の松岡も踏んでおりますが、あっという間にかわしてしまいました。先行2番の大谷馬、2番手絶好9番の友里、3番手7番の三宅達也です。さあこの辺が飛ばしていく、2番9番7番、あとは6番の松岡光明が4番手、動いていけるか。後ろ1番3番4番8番5番です。縦1本誰も来れません。2センターから第4コーナー、太田先頭だ、直線です。後ろから9番の友里も寄せつけない、大谷馬です。2番9番7番あたりか。の成田和也、後ろは8番の小橋秀幸です。3番7番8番、この辺が遠く勢。さあ3番の高橋が行くんでしょうか。わずかに動き出した。まだ誘導員の後ろ、5番の吉澤純平、2番手1番の鈴木隆二、関東両者。さあ3番手あたりから2番の山田久典、山田が前に先に上がりました。2番手9番の村上、外から3番高橋信也が冷静に上がっています。あとは7番の成田、そして8番の小橋秀幸です。3番7番8番東北勢前段でジャンが入りました。さあ山田一か4番手村上がいて、あとは4番の山口富雄、近畿中部勢中段だ。巻き返しは5番の吉澤純平、さあ1番の鈴木隆二を連れて上がってくるんですが、おっと中段でちょっと足踏み状態だ、5番の吉澤純平。後ろ1番の鈴木もまだ後ろです。先頭は3番の高橋信也、容赦なく飛ばします。後ろ車間切っている成田、あとは8番の小橋、3番7番8番、さあ東北勢3人変わってない。あとは後ろから2番の山田の渾身のまくり追い込み、村上をつけていきます。直線に入りました。高橋粘った、高橋粘った、外から7番、外から9番村上です。村上博之です。あとは2番7番で接戦。元の2人が前で待っています。そして2番の岩本俊介、アクションを起こした5番の古性優作、古性と3番の渡辺、近畿の2人が上がってきました。ここは現在3番手空いたところ、5番の古性が現在3番手に収まって、外からは7番の松浦が一旦前に上がるような状態です。熊本勢をかぶせた7番の松浦がここで先頭、2番手1番の梶野、そして4番の堤、中四国勢ですが、外5番の古性、インギリ合戦ですが、外から2番の岩本俊介、岩本が加速して上がってきました。中村宏もピタリとマークだ。これで古性がいい位置か、3番手、後ろ3番の渡辺トム、近畿の2人3番手4番手、その後ろには松浦です。あとは6番の東野が後方の8番手、松浦先に5番手からまくっていきます。一気に3番手2番手まで行きました。後ろは1番の梶野が続いているんですが絡まれた。これで直線コースに入りました。一気に7番の松浦まくって先頭、後ろ古性ですが7番5番です。
7番、5番、あとは外を6番の東屋あたりも突っ込んでいます。後ろ4番の池田紀明です。ここは初日ワンツー決めている山本マークとなりました。6番4番この辺中四国の2人が先に上がってきました。気づいた平原どうしますか。ここは行かせるような感じ。残り2周の赤番です。6番の山本先頭、2番手4番の池田紀明、中四国の2人ですが、外9番の北鶴そよっと上がってきた。外から5番の姿和道と佐藤慎太郎、抜かりがない姿。後ろは1番の佐藤慎太郎で金が入りました。さあ巻き返しなるか。6番の山本中南あたりからまくっていく。後ろから2番の平原も追撃だ。さあここで6番の山本が先頭に変わりました。2番手4番の池田紀明、6番4番と中四国の2人、あとは2番の平原がうまく3番手をさばきました。後ろはどうか。後ろは姿が入っている。後ろから横から7番の川村あたりも渾身のまくりですが、さあまくっていった2番の平原一気に先頭に立ちました。後ろには4番の池田、外側7番の川村、あとは5番1番直線に入りました。まくった平原が先頭だ。内から4番真中1番ですが、平原浩太、あとは池田と1番の佐藤あたり。